イチャンス。おじいもやおいおお、すげえ。攻撃者。でもどこが変わったんだろう。見た目が変わったのだ。変わったのは見た目だけじゃないし。やってやるぜ。ああ。新しいブロックが作れるようになったね。あれは石ブロックとレンガーかな。プープー、これでさらにレベルの高いパーツが作れるようになったっぽね。そうだな。あの、今んとこまだ段ボールハウスだから、ちゃんとレンガの家とか作りたいよね。この時のために新しい設計図を書いておいたっぽ。ピッカーン。お、これすげえ。敵をロックオンしてミサイルを発射、爆発してダメージを与える。これめっちゃいいな。早く早く。これはちょっと早速作っていこう。さあ、ちょっと今気づいたけど、ここまで拡大することができたんだな、これこのゲーム。とりあえずレンガのブロックを作ってみようかな。石のハンマーより硬くて強いっていうことだから、これで石ブロック破壊することできるかな。実はこれ下にコンセントがあるんだけど、これよっと、こいつが邪魔して、あー、いい、めっちゃいい、壊せるようになった。よっと、これでここのコンセント使えるようになったね。ここもこんな感じになってたんだよな。そしたらこれ透かしたミサイル、これ作っていこうかな。これめっちゃいいよね。結構作れんな。まあまあの出来だ。よっと。お、いいね。結構射程距離長。射程距離めっちゃ長い。再生数もクリアしたね、これで。さすがパワーアップした忍者ボックスなのだ。再生数の上がり方が今までとは桁違い。だいたいこういう時攻めてくるよね。めっちゃ来るじゃん今回。うひゃ。あ、ぶっ壊した。ついに来おったな。お主ら、新しい忍者ボックスの力で奴らを撃退するのじゃ。準備を開始せよ。この準備の間待ってくれるっていうね、ぶっ壊しは優しいよね。さあ、そしたらそうだね、新しい罠も作ったんで、ちょっと楽しみだなこれはね。あとちょっと気になるのが、虫眼鏡レーザーもいいけど、これがいいかな。脳天チョップくん、でもあれだな、ちょっと射程距離が短そうだなこれ。一応試してみるか。まあまあの出来だ。そしたら、うわ、でけえ。ちょっと待ってよ、想像してた以上にでかいなこれ。よっと、一応射程距離の中に収まったね。あとこれも作っていこうか。虫眼鏡レーザー、強力だが1体しか攻撃できない。虫眼鏡持ってるだけだねこれ。そしたら虫眼鏡はここに置けるね。なぜか置けた。キャノンを置いて、あとこっちにも置こうか。もうこれ完璧なんじゃないかな。これで戦っていこう。さあ来た。まずはこっちからか。
おそらく忍者を出現させなくても罠だけで勝てんじゃないかなと思うけど、あれダメか、やっぱ罠だけじゃダメか。これ今んとこここだね。ちょっとチョップくんが、チョップくんが何の役にも立ってないんだけど。よし、今度は向こう側か。向こう側を行こう。あ、今度はチョップ発動すると思うよ。チョップ、あチョップ強え、チョップめっちゃ強えな。一応虫眼鏡も発動してんだけど、ちょっと地味すぎるな虫眼鏡。いいね虫眼鏡。少しは強くなったようじゃの。だがまだまだわしの敵じゃないわい。こいつも来てたのか。前回はめっちゃ強いっていうか倒せなかったけど。では行くぞい。今回はね、罠がたくさん設置してあるから結構いけんじゃないかな。ぶっ壊しちゃう。行くぞ。さ、ちょっと今夜だからちょっと分かりづらいよね。耐えられるかな。どこにいんだよ。うわうわうわ、いた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 。あ、忍者出せる。いけ。タコ殴りしろ。いなくなっちゃった。とりあえずちょっと回収して。うわ。避けるでないぞ。いや、避けるよ、そりゃ。いけいけ、よし、チョップ入った。忍者忍者。降りてこい。いたい、食らってるような気がする。いけ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 。なかなかやりよるわい。こんな短時間でここまで強くなるとは。少し侮っていたようじゃの。今も攻撃されてるんだけど。ここからは全力で行くぞい。全力じゃなかったのかよお前。おい、はは言ってるけど。全てを破壊してくれるわ。うわー、食らってんだよ。食らっちゃってんな。止まらなければ当たんないね。なんと。よっしゃよっしゃよっしゃ、オッケー。これが全力じゃ。あ、やべ、食らっちまった。ないぞ。こっちもあともう一回食らったら死ぬなこれ。てか一発でも食らったら普通死ぬはずだけどな。あいつ鉄球だから。ちょっと待って、食らったの。クレヨンしんちゃんみたいな負けの BGM 流してくんな。おー、やってた。派手に爆発していったなあいつ。うわー、なんとこれほどとは。これがオイラたちの実力なのだ。どうだ、参ったか。おのれい、敵ながらあっぱれな奴らよ。しかし、銃器図はわし一人ではない。え、これからさらに強力な銃器図がお主たちに襲いかかるだろう。えっていうか、銃器図だから一人じゃないだろう。覚悟しておけ。さあ、そこのお前、わしを起こせ。
何何何その五五五五っていうの。ぶっ壊しゃー。ああこのために筋トレして筋肉鍛えたからめっちゃやる気出したってことね。すげえ、ああすげえあいつ。では撤退だ、急げ。あの平社員めっちゃ強いんじゃない？